皆さんこんにちは、風道でございます。今日は令和2年3月28日土曜日でございます。ご覧の通りね、ちょっと埼玉県は雲行きが怪しくて、どうやら午後から雨が降るっていうねことなんで、ちょっと桜が散っちゃう前に少し見ておきたいなってことでね、ご近所の桜巡り動画でも撮ろうかなと思って走っております。で、明日の朝はね、どうやらこう今満開なんですけど、雪が降るっていうね、桜満開の雪っていうのもなかなか乙なもんですけど、ちょっとね、俺有給もぶっ込んでね、うまいことを4連休にしたんですよ。ちょっとね、どっか行こうかなと思ってたんですけど、まあ世間的にもね、あんまりそんな浮かれた気分にもなれないなっていう風潮もありますしね、あんまり遠くにね出歩くのもちょっと怖いんで、まあ、この辺のね桜巡りツーリングでもやろうかなと思ってます。まあ菜の花も綺麗だね、しょうがない。いやー、しかしね、いよいよバイクのシーズンが来たなーっていう感じですね。この KPJ パーカーでもね全然寒くないわね。いよいよバイクのシーズンっていうことなんだけど、世の中のねコロちゃん騒動でね、いろんな計画が、この後ゴールデンウィークもあるんですけど、いろんな計画がねちょっと台無しになっちゃいそうですね。しょうがない。お、なんだ、花火か。さあ、僕の癒しスポットである伊佐沼さん、桜すごいね、やっぱね。さあ、で満開だね。ちょっと散り始めちゃってっかな。そう、ここですよ、ここ皆さん、ここね、すごいでしょ。 GoPro でどんだけこれ伝わるかわかんないですけど、うー、最高だわ。春だねー、トレビアン春だねー、しょうがない。うわ、すげえなー、いいね。なんか匂いもね、もう春が来たっていう感じのね、桜の匂いがして、うわ最高だなこれ。花見なんかしなくてもね、ここをバイクで駆け抜けるだけでかなり楽しいっていうね。やっぱすげえや。よし、ってなわけで戻りますか。本当はね、午後も晴れるんであれば埼玉ね、もっと桜が有名なところいっぱいあるんでね、巡りたかったんですけど、ちょっともう雲行きが怪しいんで、ライコランドでも行って、休日安定のねライコランドでも行ってコーヒーでも飲んで帰ろうかなって感じですかね。さらば伊佐沼、また来るぜ。センキュー、愛してます。
そう、そういえばさ、この間東京とさ、ここ埼玉が、まあ、神奈川もか、この週末のね、土日はなるべく外出を控えてくださいみたいな発表がなされてね、で俺どうすかなと思って、まあ天気もこんなんだしね、家に引きこもって DVD でも見ようかなと思ってね、この間近くのゲオ行ったんですよ。そしたらまさかのね、ほとんど貸し出し中になってね、マジかと思って、これはね、劇場版名探偵コナンをね、まあ、全館制覇しようと思って行ったのにね、全部ないっていうね。いやー、しょうがないですよね。もうゲームも売っちゃったしさ、やることないんでね、まあちょっと雨が降るギリギリまでバイクでこの辺流して、まあ家に帰ってねんねするしかないよね、これはもう。しょうがない。さあ、休日安定大人のたしなみ、ライコランドはプチモーターサイクル使用状態かな今日も。そうでもねえな、天気悪いからな。てなわけでライコランドに着きました。てけどな、1リットル3348円、高いな。リアとフロントで高知入れたら6万だな。ダメだ。これかっこいいな。ダメだ。広い海、大きな船が人と車を運んでいくよ。美味しいお料理を食べながら海からの景色を楽しめるんだ。海と川の乗り物がいっぱい、見ているだけでも楽しいな。しょうがない。さあ帰りますか。
はい、てなわけでこれが私の安定した休日の過ごし方でございました。もうね、いつ雨が降ってもおかしくない状況なんで帰ります。ということで今回もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。 Thank you.